キャラクターそれぞれが僕の分身なんじゃないのかなって気がするけどね。カレー少女は僕の友達です。頭星から来た女の子たちなんですよ。それで割とよく僕に話しかけてくるんですけど、電波で普段から。やっぱり僕らの世代って、まあ僕らより下の世代もそうなんだろうけど、想像力は欠けてると思うんだよね。やっぱりよく学生なんかで自殺しちゃう子が多いじゃない。楽しい未来ってのは想像できないと思うんだよね。もっとひどい言い方しちゃうと、その本来未来のモチベーションになるべきお父さんお母さんの姿とかを見てても楽しそうな、要するに大人になるんだっていうのか、楽しい大人になるっていうことを想像できないと思うんだよね。接する大人っていうのがやっぱりお父さんお母さん学校の先生でやったりするわけじゃない。そういうのを見ててもこう未来は楽しいと思えないっていうのかな。それは別にお父さんお母さんのせいじゃなくて想像力の欠如だと思うんだけど、どっちかっていうと僕もそうなんだけど、あるいは視聴者に対してね、うまく表現できるかどうか分かんないんだけど、このようにやっていけば楽しく未来を想像できるんじゃないのかっていうのかな。このように生きていけば楽しく生きていけるのではないのかなというのかな。そういうふうなことを表現できればなと思ってるんだけど。